こんばんは。ネックレスが短くなってびっくりしたら、短くつけてたんだった。ご飯は食べましたか？だってご飯食べてない。ご飯食べてない。みんなこんばんは。みんなは今日は何してたの？こんばんは。だってこんばんは。広い会場でも気づいてくれて嬉しかった。気づいたよ。嬉しかったよ。うちのボードか。ありがとうね。あ、見て、今日ネイル変えたよ。じゃーん、ネイル変えたの。今日は、今月はここにキティちゃんがいます。どんだけキティちゃんつけるかいって感じなんだけど、かわいくない？キティちゃんがここにいます。今日買いに行ったんだ。しかもね、こっちがね白でね、こっちがねピンクなんです。お花もあ、リボンもピンク。じゃあ白、かわいい。髪色だいぶ変わっちゃったね。ちょっと待って、動画を回復したいから、ちょっと待ってね。エアコンつけてた、止まった。動いてますか？わあ、ループしちゃったかも。私が今動画の音声聞いとこうと思って。
こんばんはだって、こんばんは。愛そぼせきょう。みんなは今日仕事だったのかしら。もう2期生さんの配信終わっちゃった。最近一瞬見たらたこ焼きしてて、たこ焼き食べたくなった。まいちゃんとあきうさんがたこぱしてて、めっちゃたこ焼き食べたと思った。私もう終わっちゃったんかな。めっちゃたこ焼き食べたい。あっけいさんのツイッターのスタ、まいちゃんかな、どっちか忘れたけど、あのお菓子いっぱい持ってる写真が可愛すぎて。で今日ショールームするんだって知って、え、ソロゲン歌ってましただって。最高ソングじゃん、良すぎ。草原ってめっちゃいい。とっくに終わっちゃいました。あ、そうなんですね。もう8時半だからもう終わっちゃったのか。こんばんはだって、こんばんは。君に、あ、そういえば皆さん聞いてください、あのウィッシュプラスに10月2日あさってですね出演しますので、皆さんぜひ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 聞いてください。聞いてくださいというか見てください、テレビお昼なのであれなんですけど、お昼の時間にぜひ見てください。お願いしまする。10月2日、あさってか。そう、水曜日です。生出演ですか。生出演です。生です。あの VTR とかじゃなくて生出演です。何としてでも見ましたって、何としても見てください。そうなの。そう、結構いろんな方が出てる番組なんですけど、こう毎週ってか曜日で一人一人が違うんですよね。そうなんで10月2日よろしくお願いします。ぜひ水曜日お休みの人いるのかな、お休みの人を見てくださいね。テレビに録画する機能がないですだって休みなのですだって。やった、テレビ
みに生出るの初めてですか？ね、情報番組私初めてです。ドキドキ。うん、なんかな、情報番組初めてかもね。そういうなんか24時間テレビみたいな、そういうなんか特番チックなのもあったけど、確かにそれはないかも。なので皆さん見てください。録画しましただって。そうだね、あのお仕事ですって人はあれですね、録画ですね。録画機能がない人はもうしょうがない、仕事休むかしかない。KBC の番組です。私はジャズルナイト、小賀県のジャズルナイトの宣伝です。はい、宣伝として出ます。番宣か。関東でしたって。そうね、関東の方は見れないですね。よかった、頑張ります。お腹すいたな。今日はね、なんかね、ツイッターに出てきたやつ、インスタか出てきたやつでね、しようと思ってね、ご飯作ろうと思って。こんばんは、だって、こんばんは。ありがとう。1500、え、1500人ちってことはもうあと2281週間後、1週間後記念日やん。1週間後何してるかな。8日後ってことでしょ。1234、だから明日が93949495969798990、10月8日。うわー、リハですね、その時は。あ、待って、私今日あれだ、モンブラン買ってきたんだ。ちょっと皆さん待っててください。ちょっとモンブランを買ってきました、私。見てこれさ、これ見てほしい。今日ローソンでお母さんがこんなものがあるよって言われて、えっ、ってなったんだけど、見て、マロンタルト、すごくない？ローソンで売ってたの、マロンタルト、マロンタルトじゃーんってなって、お母さんがそう、これは絶対にショールームで食べなさいって言われて、そう、多くない？かわいいのこれ。
写真撮っとかないとと思って、すごくない？絶対食べなさいって言われて、あとねもう一個どっか今 LINE 見たけど忘れちゃった、あったけどめっちゃ美味しそうなんよこれ。そうなのよ、ぜひこれは皆さん買ってきてほしい、買ってください。あのねひらがなだったらよかったんですけどね、完璧だったんだけど、だからじゃなかった。ローソンです。ローソンのスイーツ美味しいよね。一時期チーズケーキにめっちゃハマってていっぱい食べてた。しかもね美味しそうだったの。ほら見て、しっかりタルト生地みたいな。そうでこれを買って帰ったの帰り。いただきます。うん、モロンタルトだ、かわいい。マロンタルトってさ響きいいよね。ローソンに行かないとって。そうなの、甘い。ドーナツ部分終わりましたか？ドーナツ部分全然終わってないよ。好きよ。マロンタルト語呂がいいですね。だってでも3匹目を今後買うとしたらなんて名前するかはもう決めてますまあその子のお顔見て決めるけど、そう、もうね決めてるのある。次はこれだなって。マロンタルトとして三匹目は決めてる。二つでもしたい名前がある。ひらがなでいきますかって、ひらがなでいきそう。全然通ってないですけどね、いいワンちゃんがいるとかピンときたワンちゃんがいるとか1ミリもないけど、なんか3匹目の話とかを全然なる。そうそうそう、でマロンタルトほど語呂は良くないだろうなって感じ。
面白い。マロンタルト特盛りだってもうそういうなんか3人つなげるのは多分無理だろうな。もう3人つなげるのは無理だ。いけるかな、頑張ったらいけるかな、なんかあるかな。え、すごい、あ、かわいい、マロンタルトケーキだって、かわいい。ママに言わないと。え、かわいい、マロンタルトショコラだって、かわいい、かわいい、マロンタルトショコラ、どんな味？すごい、すごい。確かに、つなげられるね、今のところ。マロンタルト、すごい、めっちゃつなげられないじゃんとか、つなげられるね。あ、クッキーちゃん？クッキーちゃんかわいい。クッキーくん？クッキーちゃん。かわいいね、かわいいね。マカロンだって、マロンタルトマカロン。なんか「ま」は一緒にすると分かんなくなっちゃうから、そう、頭文字は「ま」でも「た」でもないやつがいいんですよね。そう、なんかマロンが分かんなくなっちゃうそうじゃないですか。でちっちゃい子ももし3匹目ができた場合分かんなくなっちゃうから、まあこんなこと話しときながら何にも予定ないですけどね。1ミリもないんですけどね。でもペットショップとかワンちゃんのなんかブリーダーさんのサイトとかめっちゃ見ちゃう。おいしい。ラテだって、かわいいね、確かに。ラテ、え、かわいい、大喜利みたいになって、そうね、考えれば考えるほど出てくるね。ラテ、かわいいね、かわいいね。ココア、写真撮っとくね。なんかでも食べ物系もさ、なんか卒業したいなとかも思うんだよね。はい、食べ物系めっちゃ食べ物系にしちゃってるから。ハルト君来る前に2匹目欲しいって考えてました。2匹目はずっと考えてたかも、お母さんと一緒に。でもタイミングもあったし、いつがいいかなとか、可愛いワンちゃんいるかなと探してて、やっと会えたって感じかな。このケーキ美味しい。なんかもっとタルトの部分がもっとサクサクだったら私めっちゃ好きやけど。3匹目は何の犬種がいいですか？だってゴールデンドリバーとかがいいな3匹目が一番でかいっていうゴールデンレトリバーとか可愛いなと思うけど、一番ちっちゃいワンちゃんがで
でかかったら面白いかな。3匹目が一番でかいみたいな。でもトイプーちゃんがいいかな私は。すごいよね、お兄ちゃんよりも弟よりもめっちゃでかいみたいな。一人だけ散歩長いみたいな。おもろいけど可愛い。でも性格がすごい可愛い子が多いんだって、ゴールデンレトリバーちゃんが。だからそのなんかおおらかな性格の子とかもいいなとかも思う。何のケーキ食べてるの？だってこれです、マロンタルト、ローソンに売ってました。ローソンに売ってた。お腹いっぱいになっちゃった。ちょっとあ、今日インスタ更新し忘れた。買ってみようかな。え、買ってみて、買ってみて。ねえ、かわいい、ネイルがかわいい。今日変えたんだよ、かわいい。あ、トマが立ってる。あ、涼介さんありがとう。昨日もくれたよね、ありがとうございます。ありがとう、書くね。あ、ちょっと私これがないんだ、紙がない、ちょっと紙取ってくる。明日衣替えしようかな。何タワーかな。9月30日。ありがとう。はい。キラー。ありがとう、お城。あれ見えてるのかな。
見えてますか。ありがとう。ありがとう。見えてるのかな。みんなもアイテムいっぱいありがとうね。ただの坂田さん、勝藤さん、夏さん、ゆうとパパ、よしひろさん、北九州のよしひろさん、あ、2回いっちゃった、ありがとう。よりか、吉田さん、ザキザキザキ、スモークタン、ケロックリ、夏さん、かつや22、たかようじ、たくみ18、しーさん、そうさんぽ、スマイルパン、としさん、のぶりん、あー、のぶりんめっちゃかわいい、ありがとう。ありがとう、としさん、ザキザキザキ、のうりさん、にしぷ、しろみふない、りんぱに、おかも、てっちゃん、たまありがとう、もんちゃんゆう、ありがとう。そう、みんな見て、変えたよ、今日。ここにね、キティちゃんがいます。今回はシルバーにしました、キラキラを。わあ、キティちゃん、わかる？ちょっと見にくい？キティちゃん、こことここにつけた。わかるんじゃない？これで秋っぽくした、なんか。シルバーにしました。かわいい。黒にしようかなと思ったけどやめた。ネイリストさんの人のが同じのしてて、かわいいってなって、私もそれにしてくださいって言った。そう、私いつからキティちゃんつけてるかな。いつからキティちゃんつけてるかな。誕生日の時つけてたっけ。わ、誕生日の時もつけてるね、私ピンク。私4月からつけてるかも。5、6、7、8、9、え、5ヶ月、半年もつけてるんだけど。怖くない？そんな？すごっ。めっちゃつけてるわ。てかもうそんな時間が経ったのね。4月からつけてたから。確かにあのアイヤの MV の時に、撮影の時に突然入って、でもうネイルしちゃってて、でキティちゃんアウトかなと思って心配だった記憶があるから、確かに4月だわ。おっきなキティちゃんをつけてたね、その時は。確かヒヤケキティとかもつけてたもんね、私ね。そうね、もうそんなに経ったもんね。早いね。こんばんは、だって。じゃあ9時になったらランキング読みたいと思います。そう、 MV に映ったらまずいかもと思って、そう、ピースとかするときもこうやってしてました。そうそう、
ミスとかもうこうしたらここについてるからもうこうやってました。裏話絶対に映らないようにこうこうやって親指を隠してピースしてました。でも本当に撮りに行く時間なんか1週間前に来週 MV 撮影入りますみたいに言われて、えみたいな。でその時コンサートリハとかも入ってて、そう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 だったからあれだったんよ、全然話にも行けない、無理ですみたいな。でもキティちゃんもう前からいるからつけちゃってますみたいな。もうピースこれ私ここにいるから、こうやって普段こうするじゃんピースって、こうやってました。なんかしなくっちゃ、なんかしなくっちゃ、なんかしなくっちゃ、今のままだこんな時代に生まれたこと、つまんでいてもそんなに分かってつまん。そう、私指長いのだからね、ちっちゃい時ピアノ習っててね、先生に褒められた、指長いねって。手もでかい、指も長い。でも手ちっちゃいは可愛いですよね、手でかすぎ。次の世代に関係できない、世界は褒められるのさ、チチャンチチチチャンチチャン。9月の終わりでもあるのでインスタライブしませんかだって。しませんしません。インスタライブはしてもいいんですけど、なんかショールームの毎日配信もしてるから、なんかごっちゃになって大変なことになるので、基本的になんかやめようと思ってしてない。そのだったらインスタの投稿とか頑張りたいなって感じです。でも質問返ししたいな、今日あのボックスのやつあれしようかな、夜ご飯でも作りながら。イエルちゃんの X2 だって、私の写真がめちゃくちゃ可愛いだって、コンサートかな、ジャージのやつ。あれめっちゃ漏れたんよ、かわいい。みんなこれチートしましょう、かわいい。そう、実はジャージね、お揃いだったんです。はい、それも衣装さんがお揃いにしてくれて、来てくださいみたいな聞いて、何って言ったらお揃いにしたよみたいに言われて、そう、二人はルールソックスにしたよみたいな。で、あのジャージのあれもね、ここもフリフリしてて可愛いのにしたよって言って、ありがとうございますって。うそういう優しさにさ救われることが多くて、ありがとうございますって言って、可愛いですので。で、私はなんか着崩したかったので、制服をね、あのワイシャツをね、インしなかったんですよ。もう
絵にしなかったのね。そしたらゆるちゃんもかわいいってなって、ゆるちゃんも出したのね。でそれで、ね、なんか花さんの楽屋が別だったから、あのコンサート昼コン始まる前に花さんの楽屋に行ったら、じゃあ花も出すって言って花さんも出してた。だから一緒にワイシャツ出しました。そうだから3人でワイシャツ出しました。あれ全員ジャージ違うんですよ、すごくない？全員ジャージ違うんだ。本当になんかいろんな人がいつもの感じだったっけ、みんな違う。私秋代さんのジャージが好きだった。ここになんか人参があったやつ。ひのちゃんがピンクなんですね。だって私がピンクです。だいたいねそういう色の時私ピンクですね。なんかイエルちゃんが青でしたね。なんなら今回のコンサートめっちゃピンクの衣装多かったかも。なんかもピンクだったね。これがピンクだけか、あとチーム H の衣装がピンクだからか。もうピンクのイメージ多かったけど、そんなかも。はい、では今日はいっぱい話したので終わりにしたいと思います。キドちゃん、アゲーありがとう、オーブオリジンありがとう、チャンさんもハートありがとう、もぐもぐパクパクギギちゃんありがとう、カチトワさんありがとう、母アイリュパパ、さくらさんありがとう、 HKT 超絶王子ありがとう、ありがとうございます。あーそうだ、十分幸せのピンクだったね。そうですそうです、みんな9月もいっぱいありがとうございました。ランキング見たいと思います。13位がノーリさん、12位がザキザキザッキー、11位がカッサン、10位がヨリカ、9位がユータパパ、8位がトマさん、7位がタクミ18、6位がタラの魚さん、5位が吉田さん、4位が HKT 超絶おじさん、3位がノブリン、2位がセボンてっちゃん、1位がりょうすけさんでした。ありがとう、見てるのかな、ありがとう、ありがとうございました。おめでとう1位。はい、皆さん9月もありがとうございました。もうあっという間に10月です。キャーハロウィンです。キャー、やばすぎ、ハロウィンになります。明日の配信は迷ってるけど夜配信だと思います。明日は、はい、明日夜配信かなです。夜配信になっちゃうと思います。よろしくお願いします。9月もありがとうございました。10月もよろしくお願いします。にのりのりを撮ってください。バイバイバイバーイ、ありがとう、おやすみなさーい。